はい、元住吉七尾でーす。今さっきまでグリッドマンの最新話を見てました。リアルタイム視聴してました。夢回でしたね。いやー、いい世界でした。夢の世界もいいもんだねって思いますよね。どっちが本物なのかみたいな、どっちが本物なのか、今私たちがいるこの世界っていうのが、まあ、夢とかが変わりがないのではないか、そんなことを思ったりしませんか？しませんか？いや、そんだけなんですけど、やっぱり背景が 3Dの方が、なんかこの元住吉七尾もちゃんとあの空間にいる感じがしていいですね。あの、そうでない、かき割りの背景だと、ちょっとやっぱりなんか、本当にかき割りの前で喋ってるような感じがあって、嫌だなって、まあ、嫌だなっていうか、ちょっと違和感がありますよね。さあ、今日はですね、ああ、そっか、行きたかったなーっていう話をするんですけど、ああ、行きたかったなーっていう。なんか、クリエイターズキャンプっていうのがある。なんか YouTube のさ、自分のチャンネル持ってるとなのかわかんないんですけど、ところに、広告みたいのが出て、YouTube からね、ダッシュボードにこうプッシュされてくるんですけど、そこでね、クリエイターズキャンプっていう、なんか YouTube で動画投稿してる人たち向けに、なんかやるイベントみたいなのがあって、それで、なんか動画のかっこいい作り方みたいなこととか、どうやってこう集客を増やすんだみたいな話とかね、そういうのを、やってくれるイベントがね、12月9日にあるって書いてあって、それで、この元住吉七尾も、応募したんですけど、残念ながら落選しましたっていうメールが先週ぐらいに来ました。残念です。そんだけでーす。公演の依頼されるぐらいまで行きたいですね。いやー、行きたいですね。どのくらいのさ、集客があると行けるんでしょうね。1万人ぐらいチャンネル登録者集めると行けるんですかね。1万人ぐらいチャンネル登録者集めると、なんとなく YouTube で、ギリ生活できるぐらいにはなるんですかね。その辺の、感覚もよくわかんないんですけどね。もうちょっと話しようかな。2本立て2本動画撮った方がいいのかな。そんな気もするよね。2本撮ろう。撮って、1日に2本公開するっていうのどうだと思いますね。やってみましょうか。やってみましょうか。ネタがたくさんあるからできるんだけど。やってみましょうかね。微妙。じゃあ、とりあえず、バイバーイ。